のよく晴れた土曜の午後でした。兄と弟の2人は町の近くの山へ遊びに行きました。ねえ、お家見える？うん、見えるさ。どこ？日の宮蔵の右さ。日の宮蔵の右？右へ四分二四、四軒目に白壁が見えるだろ。あれが賢治くんちの酒蔵だな。だからうちはその左の道を入った三軒目だよ。分かったろ。あ、うちだ。うちが見えた。よし、分かったろ。行こう。あ、汽車だ。キノコ山さ、ここが。本当？うん。じゃあ、いっぱいいろんなキノコがあるの？ああ、いっぱいある。で、取りに行こうよ。兄さん。よし、行こう。どれどれ。バカだな、毒キノコだよ。天狗茸だ。こんなの食べたら死んじゃうよ。うん、じゃあ兄さん教えてよ。来いよ。これは食べられるやつさ。分かったよ。僕も見つけようっと。見つけた。兄さん、これそうだろ？どれどれ。それは違うよ。こういうんでなくちゃ。違うだろ、形も色も。ダメ？傘の下にギザギザのないキノコはダメだよ。ヘビダケってね、毒キノコなんだよ。ヘビ？ヘビったって本物のヘビとは関係ないよ。そういう名前なんだよ。しんちゃん、そこにあるよ。どこどこ？どこさ？見つからないよ。そら、そこだよ。どこ？しんちゃんの足元さ、左の足の先。どこ？これさ。ここでわかんないんだもん。これ？あ、本当だ。な、あったろ。でも、毒キノコじゃないの？本物のハツタケだよ。僕、取ってもいい？いいとも。うわぁ、うわぁ、なんだって捨てちまうんだ。せっかく取ったのに。だって怖いんだもん。どうして？
キノコの色が変わったんで驚いたんだな。それは何でもないんだよ。ハツタケは触るとすぐ色が変わるんだよ。じゃ、大丈夫？大丈夫さ。もったいないから、こん中入れときよ。うん。二人はそれから別れてキノコ狩りを続けました。弟はもちろん兄さんの4分の1ぐらいしか取れませんでしたけれど、それでもとっても愉快でたまりませんでした。その瞬間、兄は弟のそんな有様を見て手をたたいて生やしたい気持ちでいっぱいでした。わーい、しんちゃんが転がった。でも次の瞬間にはもう弟のそばにいました。しんちゃん、怪我しなかったかい？泣き出すと思った弟が笑ったので、兄は急に気が軽くなりました。泥がついてるよ。よし、きれいになった。うん、さあ行こう。ほらしんちゃん、こんなに取れたよ。本当だ、いっぱいだ。やい、それを持っていくことはならねえぞ。あ、それ不貞野郎だ。人の山へ無断で行って初酒取りやがって。この山のもんはな、草一本木一本山地主のもんだ。人の山を断りもなしに荒らすもんじゃねえ。お前たちだな、昨日も初酒泥棒に来たガキや。全く油断も隙もありやし。今度は減ってきたら本当に承知しねえからな、よく覚えとけ。兄さん、これ。兄はどうして弟を殴ったのでしょう。山場のじいさんに殴られたとばっちりが弟に言ったのでしょうか。いいえ、こうした場合、年下の者から親切にされたのがいっそたまらなかったのです。二人はこうして随分長いこと泣いていましたが、しまいには泣きたくもないのにただ機械みたいに泣いているだけでした。そしていつか二人ともあったかい水玉がひっきりなしに流れているうちに、二人のほっぺたは何か柔らかで優しいもので撫でられているような、何とも言えないいい気持ちを覚えてくるのでした。兄さん、勘弁してね。